どうも花です。今回はね、トイレと台所と洗面台が詰まってるっぽいんですよね。で、まあ珍しい、つまり、まあ台所だけじゃなくて洗面台も、でトイレも、でトイレが一番最初に詰まったっていうことらしいので、ワンチャン屋外でなんか詰まってて、それ詰まり抜けばいけるのかなとかって思ってはいるんだけど、どうなるかなっていう感じではあるんですよね。まあちょっと3つ詰まってるっていうのも珍しいので、まあ前回あったかな、前回3つ同時詰まって、で全部単独の詰まりだったみたいなことはあったんだけど、今回もね、3つまた単独で詰まってるってことはあるのかなっていう感じなんですけど、まあちょっと楽しみにしつつ、これからちょっと現場やっていきたいと思います。あとツイッターやってるんで、よかったら登録お願いします。じゃあ本編どうぞ。
これが上がってきましたね。油系の汚れになりますね。ああ、本当だ。ただ一回こうワイヤーはスルーッと入ってったので比較的まだ落としやすい油の類ではあるんですけど、何年ぐらいで出しましたっけ。多分1回2回では全然落とせないと思うので何回も出し入れしてやっておきますね。洗面台と台所でほぼ間違いないかなという感じです。トイレはまた別の、はい、感じになってくるかなと思います。やっぱワイヤーを抜かしたら少し水が下がってきました。ちょっと頑固な油がいそうな感じですね。まあどうしてもこう全部拭き取ったとしても目に見えない油とかが少なからずいちゃうので、そういったのも結構積み重ねなんですよね。ワイヤーを抜いてくるとワイヤー分の穴が缶の中に隙間ができるので、ちょっと流れてここだ。今洗面所も流れていきましたね。ちょっとここを念入りにやっておきます。剥がれた油たちがこの辺に堆積しちゃってて。